排気再循環とは、自動車用の小型内燃機関において燃焼後の排気ガスの一部を取り入れ、再度吸気させる技術である。主として排気ガス中の窒素酸化物低減や部分、不加時の燃費向上を目的としている。英語表記の頭文字をとって、通称 EGR と呼ばれる。内燃機関において燃焼後の排気ガス中には、酸素は含まれていないか、もしくは希薄な状態にある。 この排気を吸気と混ぜると吸気中の酸素濃度が低下することにより EGR による管流量はガソリン機関の場合吸気量の最大15%程度であり車両環境や走行条件に応じて常に最適量に制御される車両重量に比してエンジン出力の小さい大型ディーゼル車両では比較的高負荷においても排出ガス基準をクリアしなければならないために EGR の適用範囲が広い。EGR は三元触媒が実用化される以前の1970年代にガソリン機関において酸化触媒では浄化できない NOX の低減対策として導入された。しかし、換流量や燃料噴射量を精密に制御できない場合には燃焼を安定させるために吸気混合比を高く設定せざるを得ず、 むしろ燃費が悪化する結果を生んだ。その後、制御技術が向上し、また三元触媒が実用化された現在では、排出 NOX 対策よりも燃費向上目的で用いられている。原理上、スロットルバルブが不要なディーゼル機関においては、スロットル損失の低減効果はないので、1980年代後半より主として、NOX 低減目的での EGR が、 行われている。また、排気中に存在する多量の二酸化炭素、及び水蒸気は大気に比べ比熱容量が高いので、若干の燃料消費率向上にも役立っている。ルノー R9M 型エンジンの外部、LPL、EGR システム。下部から順に、EGR クーラ、EGR バルブ、吸気ダクトフォルクスワーゲン 2.0TD エンジンの外部、LPL、EGR システム。 下部が EGR バルブクーラー。上部が吸気ダクト実用化されている EGR 手法には大きく分けて内部 EGR と外部 EGR の二つに分類される。前者はバルブオーバーラップや吸排気バルブの開閉時期を調整することなど何らかの手法で排気ガスを再循環させる手法である。後者は吸気マニホールド及び排気マニホールドをパイプ等で接続し、 中間に設けた制御バルブの回路や改弁時間を変化させて開閉を及び流量調整を行う。理論上 EGR 量を変えていけばガソリン機関のスロットル廃止も可能であるが EGR 導入時は燃焼が看板となりアイドリング等の調停不可時や霊感指導時は失火を起こす等の理由により実用化されていない EGR と規迫燃焼技術は大いに関連性を持ち さらには、ガソリン直噴技術も希薄な今後大きかでいかに、安定した燃焼を得るかを課題としたものである。バルブオーバーラップも、参照内部 EGR は、バルブオーバーラップの利用や排気バルブの平じ期を調整することで排気ガスを再循環させる手法である。最も多く用いられるのは、バルブオーバーラップの利用で、吸排気ポートの圧力差により、排気ガスを再循環する方法である。しかし、 圧力差が不安定であるため EGR の制御には限度がある。オーバーラップ以外の手法としては、排気バルブの平面を吸気工程途中まで遅らせることで排気ポートからの再導入、排気工程で吸気バルブを早期に改弁することで、吸気ポートに排ガスを逆流させての再吸気、吸気工程で排気バルブの一時改弁、排気バルブを排気工程途中で平面し排気ガスを残留させる、 など多岐にわたる。この中で多く用いられているのは、排気遅外じ、吸気遅らきである。外部装置ではなく同弁系で対応できるため、スペースを抑えられ、構造も単純にできる利点がある。運用上においても、高温の排気ガスにさらされたり、カーボン等の体積により、動作不良を起こす可能性がある。外部 EGR 装置と比べて、ロバスト性に長けるというメリットもある。 排ガス正常性では NOX 低減もあるが外部 EGR に比べると炭化水素低減への効果が大きいとされる。これは内部 EGR で再導入される排気工程末期の排気ガスには省塩領域で発生する未燃焼ガスが多く含まれるためでそれを再燃焼させることで HC が低減されるためである。古くよりバルブオーバーラップを広く取った場合に 一定負荷領域での少年規制や排ガス正常性が良好となることは知られており、EGR としての利用は考えられていたが、固定バルブタイミングでは変動する負荷や回転数に対応できず限定的な利用に止まっていた。しかし可変バルブ機構の登場により、バルブタイミングの可変することで、オーバーラップ量や排気の平面時期を変化させることが可能となり、 内部 EGR を状況に合わせて利用できるようになった。これが可変バルブタイミング機構を採用する理由の一つともなっている。特に吸気側に加え排気側にも可変バルブタイミングを採用した場合においてはより積極的な排気の導入が可能となる。例えば排気カムを遅角することで吸気工程の途中まで排気バルブを開いておくことも可能であり、 さらに吸気カムも遅かどし遅開きとすることで、オーバーラップを最小限にしつつ、EGR を行うことも可能である。この手法は、カムイソが、吸排気同時に変化してしまう、オフや再チェシーでも利用できる。内部 EGR に対しては、吸気側より、排気側の制御が有効なため一部ではあるが、排気側のみを可変バルブタイミングとするケースもあり、 排気側を可変バルブタイミングとすることで外部 EGR 装置を省くケースもある。一方で外部 EGR に比べガス量の制御性や導入量では劣り、導入ガスの温度も高いというデメリットが存在する。この温度が高いというのは外部 EGR との比較した場合の導入ガスの温度であり燃焼温度は EGR 未導入時と比較すると低い。 これによりロックストローク機関の競技用エンジンでは、これでエンジン温度の低下を防いでいる。排気バルブからのガスの引き戻しではなく、排気経路と吸気経路を配管等で接続することで、ガスの再循環を行い中間に設けた制御バルブの回路や回弁時間を変化させて開閉及び流量調整を行う。また経路中に熱交換部位を設けることで、ガスの冷却も可能となる。 一方で、流入経路は常に、排ガスにさらされるためカーボン等が堆積しやすく、制御バルブなどの可動部の固着で、動作不良が生じる場合がある。高温のままでの EGR 導入では、吸気密度充填効率の低下を無視できないため、今日の外部 EGR を採用するほとんどの機関は、熱交換器による EGR 冷却機構を持つ。多くは、エンジン冷却水を冷却剤として用い、 熱交換器で吸収した熱はラジエーターにより排熱するが、これによりラジエーターに必要な放熱量は最大で30%程度増加する。これは冷却ファンの大型化その他による重量増を招く。ガソリン機関では本格的なクールド EGR を採用することはあまり多くはなかったが、日本車では トヨタプリウスの 2ZR フックス型、レクサス RX の 2GR フックス型、マツダデミオの P3VPS 型など燃費を重視した車両から採用され始め、後には軽自動車を含め多くの機種に採用されるようになった。また、クールド EGR ではない外部 EGR においても、本格的な熱交換部位はなくとも EGR 装置に簡易的な熱交換部位を設けたり、 流入経路を工夫するなど、クールド EGR とは言えないまでも何らかの形で、ガス温度の低下を図っている場合も多い。クールド EGR は、ノッキング対策にも有効であり、従来は点火時期を遅かどという対策も存在する。これは、従来の EGR は排気タービン手前から、吸気コンプレッサー後に排気ガスを返す形であるが、低圧 EGR では排気タービン後から、 吸気コンプレッサー手前に返すものであり、下級圧の影響を受けずに EGR の導入を可能とするものである。EGR クーラーでの冷却によって生ずる凝縮水がコンプレッサーを損傷させると、主に信頼性の面での課題が存在したが、近年になって実用化されたガソリン機関における低圧 EGR の初採用例は、2014年7月にマイナーチェンジを行った日産。 ークの MR16DDT 型である EGR 経路上に回出器を置き、排気ガスと燃料を触媒に反応させて水素を生成し、これを吸気側に戻して、灯内燃焼を促進させる燃料回出エンジンの研究が進められている。2025年の実用化を目指す日産は、回出器内部の触媒にロジウムを主成分としたものを採用。 2019年に試作した直列4気筒ガソリンエンジンでは3.6%の燃費向上効果が確認されたアイドル時のエンジン振動と吸気騒音を低減する目的やコンバインドガバナーのための負圧を得る目的でスロットルバルブを設ける場合もある AB 吸気系の制御を行うエアマネジメント技術イスズ自動車2007年7月25日閲覧 AB 日野自動車プレスリリースナンバー03から0282003年9月18日日野自動車2007年1月16日閲覧清水直重注目集まる燃料改出エンジンとは何か 日経エクステッチ、https コロンスラッシュスラッシュテックドット .nikkeibp.co.jp ドットドットスラッシュテシメートルスラッシュ ATCL スラッシュコラムスラッシュ15スラッシュ198610スラッシュ041200095スラッシュ2019年11月30日閲覧清水直し日産が燃料回出エンジン量産に前進。 世界最高効率への切り札直列4気筒に、日経エクステッチ、https コロンスラッシュスラッシュテックドット e e ibb.co.jp スラッシュ ATCL スラッシュ NXT スラッシュコラムスラッシュ18スラッシュ0001スラッシュ03243スラッシュ2019年11月30日閲覧、ありがとうございます。